ケンタウルスオオカブト族は、昆虫子高中目カブトムシアカに属する分類群。ケンタウルスオオカブト族は、アフリカで唯一の大型シカブトムシを要するカブトムシアカの族である。アフリカ大陸中西部に生息している。クワガタムシカの大型種などの大型のコガネムシ浄化の昆虫は、幼虫がまとまった量のある腐食質を主食とし、有性中が、 糖分の多い液状の餌のある場所を防衛して、メスを獲得するという、似たような生存戦略やニッチを持つ。そのためこれらは、生態学上で互いに競合し合う関係にあると、言われている。アフリカ大陸で、こうした超大型の黄金虫状化の昆虫は、ゴライアソーツの花むぐりなどの大型花むぐり類が、繁栄しており、カブトムシやクワガタムシの超大型種が少ないのは、 こうしたことが原因とする説がある。体色は褐色で光沢がある。頭角には一本の胸角には基部に左右一体の突起がある。胸角は先が分かれており、頭角より長くなることもある。成虫の寿命は短く数ヶ月ほどで、このため本属の飼育は容易ではないとされる。また、現地民は本属の個体を食用にする場合もあるという。 ありがとうございます。